だから言ってるんですよ、与党で協議中だと。それ密室協議ですよ。移転というのは、まあ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出。海外の軍需産業のありようについては様々な動き、まあ、承知をしておりますが、そして、まあ、総理もおっしゃってましたけど、いずれにせよ我が国の防衛装備で検討中だと言って語らないわけ。地対空ミサイルパトリオットの対米輸出が決まった。写真は自衛隊のパトリオット発射装置2017年12月22日。長崎県佐世保市、岸田政権が殺傷能力のある兵器の完成品の輸出に道を開いた。さらなる拡大に向けた検討も続ける。平和国家の根幹として維持してきた武器輸出への厳しい自制を、国民的議論もないまま、なし崩しに転換することは許されない。政府が防衛装備転三原則と運用指針を改定した。与党の自民、公明両党が、現時点で合意できるものをまとめた第一弾の提言を反映したものだ。最大の柱が、他国の企業の許可を得て、日本企業が国内で製造するライセンス生産品の全面的な輸出解禁だ。従来は、米国企業がライセンス元の武器の部品のみを認めていたが、今後は、完成品を含め、ライセンス元の国へなら、どこにでも輸出できることになった。政府は早速、その第一号として、自衛隊が保有する地対空ミサイルパトリオットの米国への輸出を決めた。ウクライナへの提供などで在庫不足に悩む米政府からの要請を受けたものだという。米国から第三国に渡ることはないというが、ウクライナへの間接的な軍事支援につながることは否定できまい。地雷除去やインフラ、産業の復興など首相が繰り返し表明してきた日本ならではの支援が揺らぐことのないよう求めたい。ライセンス元の国から第三国への輸出自体は日本の事前同意があれば認められる。ウクライナやイスラエルを念頭に、現に戦闘が行われていると判断される国は除外すると運用指針には明記されたが、パトリオットの例のような玉突きが生じれば、場合によっては、国際紛争を助長する懸念もあろう。今回の改定では、武器輸出を認める救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型について、機雷掃海用の機関砲など、その業務や自らを守るのに必要であれば、殺傷能力のある武器を搭載しての輸出も認められることになった。5類型そのものの見直しと、次期戦闘機を念頭に、国際共同開発した武器を日本が直接、第三国に輸出できるようにするかどうかについては、事項の溝が埋まらず、継続協議となっている。政府は来年2月末までに結論を出すよう求めているが、このまま殺傷兵器の輸出拡大に突き進むことは認められない。武器輸出の緩和は、国の大方針の見直しであるにもかかわらず、与党の少人数の実務者による密室協議で事実上決められている。国会をはじめ、開かれた場での議論はないままだ。これでは幅広い国民の合意は得られない。非正規ワーカー待遇改善法を提案しています。政府として直ちに進めるように求めたいと思います。次に岸田政権が進める殺傷兵器の輸出解禁の問題について伺います。安保3文書には、武器輸出は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出のために重要だと書いてあります。総理、どういう意味ですか？国家安全保障戦略においては、この防衛装備品の海外への移転、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出する。そして国際法に違反する侵略を受けている国への支援を行う。こうしたことのために重要な政策な手段として位置づけられております。なぜ武器を輸出すると望ましい安全保障環境になるんですか？防衛装備品の移転を通じて、この地域の同盟国、同志国とも協力しながら、地域の平和と安定に貢献をしていく。こうした、この取り組みが重要であるという認識であると考えています。ちょっと理解できませんが、現在の運用指針では、殺傷兵器の輸出、これは認められるんでしょうか？木原防衛大臣。防衛装備移転三原則及び、運用指針、においてはですね、ご指摘の殺傷性のある兵器の移転が可能か否かについては、言及されておりません。で、実際のその防衛装備品の海外移転については、防衛装備移転三原則、あるいは運用指針に基づいて、個別に判断することということになっております。今までもできたっておっしゃるんですか？殺傷性のある兵器、今までもできたんだと、たまたまなかったんだと、こういうことですか？殺傷性のある兵器の移転が可能か否かについては言及されていないということで、
その都度これは個別に判断をしていたということでございます。これまではですね、共同開発に限られると説明してきたんです。ところが今年の夏、政府は与党協議でこの従来の説明、共同開発だけだという説明、なんとなく説明してきたもんだというふうに言ったそうなんですね。なんとなくだったんですか。防衛装備移転にかかる今、見直しというのに基づいて、与党のワーキングチームにおける議論が行われているわけでありまして、私も直前までそのメンバーであったわけですが、そういった与党が取りまとめた論点整理や、またワーキングチームの会合というのは、あくまでもこれは与党内の議論なので、私からもう今この立場になってこう申し上げることはできないということは、ご理解をいただいた上でですね、政府からは、さまざまな、情報提供、例えば、これまでの事実関係であったり、そういった補足説明などを求められたことをですね、私から今の立場でいうと、そういう与党ワーキングから求められた事項について、説明を行ってきたということになります。これまでダメだと言ってきたものを、なぜかこれまでもできたんだと、たまたまなかっただけだというようにおっしゃってるんですが、今焦点となっているのがイギリス、イタリアと共同開発を進める次世代戦闘機です。確認ですが、現在の運用指針では共同開発した兵器を日本やパートナー国から輸出できるんでしょうか。装備品の海外移転に、際しては、現行のですね、今の防衛装備移転並び運用指針に基づいて、いわゆる完成品についてはですね、これは適正管理が確保される場合に限定しながらですね、厳正に、かつ慎重にこれ判断していくということになっております。そういう点でいうと、現在においてはできないということになります。できないということでした。政府は8月の与党ワーキングチームで、共同開発した兵器を日本が第三国に直接移転できるようにすることが望ましい、そういう見解を示したと報じられました。事実ですか。与党ワーキングチームというのは、あくまでも、与党が主催している会合であるためにですね、その対応について、私が申し上げることはできません。政府がどう説明したかと聞いてるんです。すみません、質問は、戦闘機が直接海外に移転できるかどうかを、政府がどう説明したかということでございますか。それはもう、委員ご承知のとおり、今の現行の防衛装備移転三原則の、ルール及び運用指針の、ご類型等をですね、説明をしたと。で、その、現行のものは、10年ほど前の、戦略的なアプローチから、いわゆる5類型などを決めたことであって、そういったことを時代背景なども含めて、説明をしたということになります。なんかはっきりしませんけれども、政府の今の立場では、現時点では輸出はできないということのご答弁はありました。ところが総理、来年度の概算要求で、共同開発の国際機関への拠出金40億円計上しています。これは結論ありきじゃないですか。いわゆる次期戦闘機の将来的な第三国への輸出については、パートナー国である英国、並びにこのイタリア、両国がその次期戦闘機の輸出を重視しているということもあってですね、その可能性について、日本も含めた3カ国で、様々なレベルで今検討しているところでありまして、現時点では、何ら決定したことは、したことはないということになります。概算要求、40億の話聞いたんです。概算要求の話聞いたんです。40億の概算要求が入ってるってことについてどうかという質問であります。はい、木原防衛大臣。概算要求というのは、これまで、解散のための予算、あるいは、その3カ国でですね、統一の組織を作ったりする、そういったものも含めた予算であり、直接その輸出のルールについての、その現金に伴うその予算ではないということになります。共同開発をし、国際機関でその管理をし、さらに輸出を目論んでいるわけですね。今お話のあったイタリア、レオナルド社というところが関わっているんですが、レオナルド社の幹部は、我々が望むこと、我々が目指して取り組んでいることは、3カ国に供給するほかに数百機を製造することだと、もう輸出前提で述べてるんですよ。事業者はすっかりその気じゃないですか。総理、国会で語らずに、与党のごく少数の議員からなるワーキングチームで、この方向性決めていくというおつもりですか。先ほど来から、防衛大臣から説明させていただいているように、与党ワーキングチームについては、この政府として現状について
あるいは各国の状況について、基礎的な情報を提供したということだと承知をしております。何か政府が新しい方針をそこで表明したというものではないと承知をしております。ですから私が伺っているのはですね、政府としては共同開発した兵器を輸出はできないと。ところがすでに輸出前提で国際機関の拠出金の概算要求をしていると。あるいは事業者はすでに輸出前提で事業を進めようとしていると。このまま進めてよいのかということを伺っているんです。与党ワーキングチームでの議論は先ほど申し上げた通りであります。そして概算要求についても防衛大臣から説明がありましたように、これ開発等に関わる費用であります。輸出のための費用を概算要求したというものではないと。事業者は他の2国が輸出に 前向きだと、さっき防衛大臣答弁されましたよね。具体的な内容はこう決まってないとはいえですね、まあ、政府としてはその平和国家としての基本的理念というのを堅持することには、これは変わりはございませんし、また、その防衛装備移転三原則では、その移転が国際的な平和及び安全にどのような影響を与えているかを含めて、その仕向け先、あるいは適正性をまあ厳格に審査しなければいけないというふうに考えております。さっきの、いや、ちょっと、ちゃんと答えてください。答えてないですよ。答えてないです。改めて、疑義について質問願います。はい。今レコされている山添先生、あ、じゃあ、木原防衛大臣。パートナー国、まあ、日本を含めて、まあ、イタリア、英国、その3カ国で、さまざまなレベルで今、検討しておりまして、まあ、何ら決定していることは現時点ではございません。まだ、はい、まだ、まあ、英国、イタリアは、両国は、次期戦闘機の輸出を重視しているということは、そこから分かっております。そこで、その共同開発の戦闘機がどう使われるかという問題なんです。アメリカ海兵隊は2018年、アフガニスタンで初めて F-35B を実戦に投入し、空爆しました。F-35 の実戦初投入はイスラエル国防軍です。同じ年、シリア領内でのイラン軍攻撃に使っています。英空軍は戦闘機ユーロファイターで、イラクやシリアを空爆し、一般市民を殺害したと、エーシガイディアンが報じています。総理に伺いますが、日本が共同開発しようとする戦闘機も、こうした殺傷行為に使われかねないではありませんか。先ほど来のやり取りを聞いていただければお分かりになると思います。我が国の基本的な方針は変わっておりません。共同開発は進めておりますが、防衛装備品の移転については、与党ワーキングチームで議論を進めているところであります。その上で、まあ、与党における検討も踏まえて、政府として判断するということではありますが、今現在、方針は全く変わること、ところはないということだと認識をしております。私が伺っているのは、共同開発した戦闘機というのは現にアメリカもイスラエルもイギリスも戦闘行為に使っているではないかということなんですよ。イギリスやイタリアも使う可能性ありますよね。資料について、私は確認する術はありませんが、まあ、そういったご指摘がある、こういったことも踏まえて、この我が国の装備品移転について考えていく、与党で今議論を行っている、それも踏まえながら今後政府として考えていく、こうしたことでありますが、今現在我が国の方針は変わっていないということであります。日本がどういう方針であろうが、他の国は戦闘行為に使いかねないということを指摘しているんですよ。イギリスやイタリアが過去に開発したユーロファイターという戦闘機はサウジアラビアに輸出されました。イエメン内戦で空爆に使われて、一般人の命を多数奪いました。総理、これはご存知でしたか。具体的な装備品がどのように使われたということか、詳細は承知しておりませんが、いずれにせよ我が国の方針は先ほど来申し上げている通りであります。与党ワーキングチームでの議論、これを深めてもらった上で判断いたします。詳細ご存じないということなんですけどね、これから日本とイギリスとイタリアが共同開発しようという戦闘機は、このユーロファイターの後継機とされてるんですよ。だからどこでどのように使われたり輸出されたりするかはわからないと思うんですね。日本がどう使うかってことももちろんありますけれども、それ以上に共同開発国、さらにそこから輸出された国、そこでどのように殺傷兵器を使うかについて歯止めをかけることなどできますか。繰り返しますが、今我が国の方針は変わってはおりません。全然お答えにならないんですけどね。だって共同開発を進めて、いや、なんか答弁ありますか。いや、ブツブツおっしゃるから。岸田内閣総理大臣、変えておりませんので、その先、どのような使われ方をするかということについても、議論をしておりません。
まずは今与党での議論が行われています。議論の行方を注視した上で政府としての判断をしたいと思います。だから言ってるんですよ、与党で協議中だと。それ密室協議ですよ。で、検討中だと言って語らないわけですね。そして閣議決定で決まったら決まったことだと言って突き進んできた。これは国会軽視、国民無視ですよ。だから今聞いてるんですよ。共同開発した兵器が実際に空爆に使われてきたんですよね。防衛大臣、共同開発兵器がどのように使われるか歯止めかけられますか。まずそもそも3カ国で、まあ、どのように輸出していくかってことはまだ何ら決まってないということはもう繰り返し申し上げさせていただきたいと思います。そしてまあ、海外装備品の海外の、防衛装備品の海外の移転というのは、まあ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出ということ、そして、まあ、総理もおっしゃいましたけども、重要な政策的な手段であるというふうに考えておりまして、決してその地域の軍事的な緊張を高めるとというために行うものではないということを重ねて申し上げます。防衛大臣はお詳しいと思います。共同開発された戦闘機、各地で空爆に使われていますよね。ただいまこれ資料は先ほど見ましたけども、まあ、その日にちとか細かい数字などはもう確認はできておりませんが、まあ、個別の事案については、まあ、お答えは差し控えさせていただきます。それはあまりにも無責任ではありませんか。共同開発これからやろうとされてるんでしょ。その兵器がどのように使われるかっていうことを懸念点を指摘してるんですよ。なぜお答えにならないんです。今委員がご指摘されたようなことも含めて、今与党のワーキングチームで議論がされていると。そしてそういったことを踏まえて政府としていかに対応するかということを、まあ、決めていくということになる、そういうプロセスを取っております。これやっぱり国会で議論すべきですよ。総理、昨年ロシアのウクライナへの侵略直後、ロッキードマーチン社の株価は 25% 急騰し、4月には最高値を更新しました。レイセオン、ゼネラルダイナミクス、ノースロップグラマン、アメリカを代表する軍需産業の株価も軒並み上昇しました。レイセオンの CEO、国際セールスの機会を見込んでいるとまで語っています。軍需産業は戦争が最大の重要です。総理はその認識をお持ちですか。海外の軍需産業のありようについては、様々な動き、承知をしておりますが、いずれにせよ我が国の防衛装備品の移転であります。防衛装備移転三原則において平和国家としての理念を固く堅持するものであると思っておりますし、防衛装備品移転三原則運用指針をはじめとする制度についても今の時点で変わることはないと考えております。今後、まあ、どのような形で、ワーキングチームの議論が進むのか、国際情勢も見据えながら与党の議論を見守っていきたいと考えております。それでも共同開発して輸出しようとされてるんですよね。河野大臣は著書の中で、日本は独自に中東和平の実現を目指すべきだと説いています。中東を植民地にしたことがない、宗教的にも中立に入れる、そして欧米諸国やロシアや中国と違い武器輸出をしていない、中東で戦争が起きても軍需産業が儲かるという構図にないのも信頼につながると、こう述べています。ところが岸田政権は平和国家としての立場を投げ捨てて戦闘機まで売り歩こうとしているわけです。これは私は死の承認国家への堕落と言われても仕方ない事態だと思います。やめるべきだと指摘し、次のテーマに行きます。総理、 PFAS とは何でしょうか。今全国で汚染が確認されています。どう認識されていますか。 PFAS とは有機フッ素化合物の総称であります。代表的な物質である PFOS、PFOA、 これらは半導体の製造、泡消化薬剤等に使用されております。ただ人への健康影響が報告され、現在は製造輸入等が禁止されていると承知をしております。山添拓君。東京では多摩地域の PFAS 汚染を明らかにする会が住民の自主的な血液検査を行ってきました。9月に公表された791人分の結果によれば、米軍横田基地より東側の北多摩地域で高い血中濃度でした。これは地下水の流れとも一致します。防衛省は今年6月末、我が党のヒアリングで初めて横田基地における PFAS の漏出を認めました。